連の解決ができる方法を検討するというふうにおっしゃってたかと思うんですけど、であればその、調査委員会の報告書は、学位の取り消しには該当しないという結果ではありましたが、大学として今後検討した上でその審査のやり直しや、学位の取り消しというのは可能性としてはまだあるということでしょうか。あくまで可能性の議論として言えばですね、学位の取り消し権限を持っているのは調査委員会ではなくて総長でございますので、最終的な決定権者は総長ですから、この調査委員会のこの報告があったから総長はこれに拘束されるということではないという意味では可能性としてはあるというのが一般的な答えとしては正確だというふうに思います。で、鎌田総長としてはちゃんと今後その最善の解決策を大学として探られるというお考えなんですよね。はい、ちょっとよく聞こえなかった。最善の解決策となるような結論を今後導き出すと。はい、そうです。ということですね。はい、はいはい、一番考えられるその最善の解決策というのは例えばどのようなものを示すんでしょうか。はい、これもまさにちょっとこの何がどう指摘されているかということを踏まえ、大学側としては大学側当事者としてはどういうことをもっと主張していくかということを全部踏まえた上でないとですね、今先ほどの記者会見を聞いて最終的な理想形がもう結論が出ているというようなことではありえないんで、そこのところだけはご理解いただければと思います。わかりました、ありがとうございます。それであと2、3人にさせていただきたいと思いますけれども、それでは今度は一番白いシャツの方お願いします。